お疲れちゃんです。ラットレスター系で今回もクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらペッカコカツというものをね、はい、紹介していきたいなと思います。で、このね、コカツプラスのペッカのデッキって、正直今までにない形なんじゃないかなと思ってます。と言いますと、ペッカって結構いろんなデッキに、まあ、合うと思うんですけど、こうペッカプラスのコカツは今まで存在しなかった説が、あります。まあ、僕は知ってる範囲なんでね、俺使ってるよっていう方も、まあ、いると思うんですけど、まあ、僕が知ってるのは結構ね、まあ、ペッカプラスロイジェイとか意外とね、今まであったり、ペッカホグとか、まあ、ペッカ工場とか有名ですね。とか、あと他には、ペッカロイホグも、まあ、結構ありますし、ペッカ三重士とか、あとはペッカバルーンとかもね、マルチでも今もいます。そして、まあ、なんだろうね、まあ、あとペッカディガポイ、ペッカスケラ、ペッカラムライダー、まあ、ぐらいですかね。まあ、言っても結構ね、ペッカって幅が広いカード、何にでも合うカードだったんですけど、枯渇とね、一緒なのはあんま見なかった、はい、イメージがあります。というわけで、こちらね、グラチャで12勝してる人がいましたね。なんかウォールブレーカーも入ってて、まあ、バレルだけじゃなくて、結構ね、枯渇要素ちょっと多めな、吹き矢ギャング、あとはマジアチャですね。まあ、ロケットがない分、最後の最後の削りが、ちょっと苦しいかなっていうのを、まあ、マジアチャでね、最後テクニックで削り切れと言ったところで、よいしょ、さあやっていきましょう。相手はウォールブレーカーですね。これ、吹き矢ゴブリンはロケット方針の技を避けます、こいつ。優秀なんでね。はい。あはー、ロケット方針。キング軌道ちょっとミスりましたね。あとは、まあ、ペッカは単体には強くて、逆にロイホグとかに弱いんですけど、そこをダークプリンスがまあカバーしていくっていう流れを思えてもらえたらいいんじゃないでしょうかなと思います。今、ケツペッカでもよかったな。ケツペッカでリガーウォールブレイカーが来たらダークプリ許容が理想でしたね、と、まあ、言った感じなんですけど、さあウォールブレイカー来るんで構えます。こっちか。いや、これ見したいですね。からの雪玉で。待って、雪玉いてー。まあまあまあ。で、ここウォールブレイカー飛ばしつつ、こっちにね、ウッド系を咲かして、バレルを刺していくと。まあ、そんな感じの攻めをしたいんですが、相手がメガナイト展開と。まあ、これにはね、ペッカで受けていきたいところではありますが、そんなコストも私にはないので、と思い、そうないので、ユニットで受けていきつつ、あ、ちょっと待って、やばい。あれが生きちゃう、あれが。ロケット星が生きるのはやばい。オッケー。ナイス？待って、くしゃみが出る。すごい、くしゃみが出そう。もうここはちょっといい感じのタイミングで、すべてをね、すべてを焼きつつ、ですが、ウォールブレーカーに2発入っていくと、いてー。まあ、君、攻めすぎなんだよね、と。さっき僕、結構ダメージ受けたんですけど、相手も攻めてるので、さあ、バレルを飛ばせば、ダメージが通ると。いや、これね、ペッカがまあいい味を出していると思うんですよね、僕としては。ここ後ろから組んでいきましょうか。あとはここのマジアチャのエムとかがすごい大事になってくるかな。まあ、あとこの吹き矢許容ですね。吹き矢許容と、ダックプリ許容と。まあ、ここウォールブレイカー許容しちゃって、マジアチャで許容と、インドラに雪玉裂いていきたいというか、普通にこれバレルまで打ったら相手止まんない説があるんですよね。そう、多分、ウッド系がないので、オッケー。で、ペッカーだ、HP 残すものの、盾の戦士でボコられる。さあ、耐えの時間です。こう耐えましょうか。やべ、ちょっと遅れた。ウォールブレイカー来る。待って、ウォールブレイカー来る。いや、逆サイですね。これ、ダックプリで完封できます。よいしょ。これで2発正面からと、バック、殴り。オッケー。さあ、かっこいいセリフを言いたかったものの、ちょっとダサめになりましたけど、ダックプリはね、ウォールブレイカーに対して完封できるんですよね。今みたいな感じで出してあげると、正面からバーンと、後ろ向いてバーンでね、完封できるんで、まあそれを覚えておくだけでね、結構ウォールブレイカーに対しては、まあ勝率上がるんじゃないでしょうかと。まあ言ったところで、さあ、初手ウォールブレイカーね、これが強い。これが強い。これで、あと吹き矢とかマジアチャでね、回収できるんで。まあここ正直ダックプリでもいい気もしますね。走らせからの、ホグライダー。で、一応、吹き矢ゴブリンぐらいも出しておきますか。ホグ、コウモリ、バルキリー。ホグですね。高回転のホグっぽいですが、吹き矢が、
いい感じに働いてくれてますね。で、ここですね。相手がホグライダーという、まあ、言ったらダメージ削るカード押さえたので、ここでケツペックしても逆サイ攻めることが相手はできないという読みで、もうケツペックいっちゃいますね。で、まあ、あとはもうペッカダクプリ組んじゃえば正直ぶっちゃけ何でも突破できますね。ペッカダクプリ組んで、あとは見届けるのが理想かなと。またマジアチでこの辺壊しつつ、うわー、コウモリ処理かな。おー、ここは、やべ、待って、やべ、俺ネームが、おー、待って、神じゃね？ちょっと待って、神じゃねこれ。コウモリに雪玉打ったら、ちょっと位置ずれて、たまたまスケルトンも全部処理できたっていう。さあ、これによって、一個折ることができました。ぶっちゃけ今のはね、ラッキーですね、マジで。で、相手、白衣用具か。ってことは、タルババじゃない。タルババじゃないよね。でも、雪玉とかだと思うんで、これ、竹取ってからでいいですね。で、落ち着いて処理すると、マスキか、バルキリーかで処理してくると思ったんですけど、ここ、反撃痛いですね。耐えます。で、まあ、あとは、正直耐えるだけなんで、まあ、無理して攻めずにですが、無理せず攻めずにですが、まあ、相手も、もしかしたら1500ね、ガチで、削りに来ようとすると削られるかもしれないので、ほどほどに攻めます。ってかもう、余裕で攻めてますけど。さあ、ザップなので、バレルもウォールブレイカーも相手はきつそうですね。いい感じに刺さり。で、ここですね。ここ無理に、タゲ取らずに、よいしょ。もうね、カウンターの形でもう一個取るぞという気持ちを出していきます。さあ、スケとかで延命来そうですが。で、からのバルキリーか。これバルキリーですね。バルキリーどうせ刺されるなら、ちょっとでもダメージ稼いじゃおうというところで。いや、美味しい。バルキリー殴れ。バルキリー殴れ。さあ、これホグ来ますね。ワンチャン守れる？いや、無理か。どうせ守れないので、守らずに、ザップ使ってくれた美味しい、一発？二発？オッケーオッケー。いや、十分ですね。からの、もう、端前ペッカーするだけで、バレルですね。いや、これでも終わりかなと思いますけど、ファイブボーイからの、あ、これ見て、おしゃれに来ます。マジアチャ、こういう反撃ね、よくマジアチャで射抜けるんで、これを覚えておくとね、普段ちょっと勝ちきれなかったラストのね、殴りが入りますね。よいしょ。ってなわけで、意外とね、このペッカがターゲット取っている時の、まあ、後ろからのマジックアーチ、後ろからの吹き合いゴブリンとか、さらにね、このペッカが竹取ってるバレルでね、まあ、刺していくっていうのが、このデッキ結構強いなと、思ってます。個人的に、はい。普通の小型デッキよりもね、なんか、こう、なんか回転でね、相手がウッド持ってないからとかあるんですけど、だからそういうのでもなく、まあどれかに裂いたらどれかが生きる系っていうので、なんかね、使いやすいかなと思いますね。今ウッド使いました。もうこれがわかるだけでね。さあやっていきます。で、ダクプリとかにも、意外と、ダクプリとかプリンセス、突進がね、強いんで、突進を抑えるのにウッドとかを使ってくれる、率も高いんでね。まあ、結構、ウッド枯渇ですね。枯渇要素がちょっと少ないのを、ダクプリでね、微妙なウッド枯渇が入ってるっていうのはね、ありますね。さあ、なんぞ、ミリペッカが来ましたが、これは、マジックアーチャーが働いてくれると、すごい嬉しい。さあ、これですね。これ適当にセパレートしつつ、どっちかにウッド地帯。これ。だって結構ダメージ入りますからね、これ。さあ、マジアチャーもダクプリもバレルも全てが入っていく。これ神ですね。で、これ多分、メガゴのターンなんですよね。だから、吹き矢ゴブリンで、まあ、メガゴぐらいで出させましょうか。ほい。あるあるですね。これね、これ多分、マジでクララしてる人あるあるだと思うんですけど、まあ、これでユニットを咲かせるかと思った瞬間に、ドゥーン。これね、まあ、これはドンマイ。さあ、ですが、僕の枯渇にはね、なんとペックがいるので、相手もこれは、という、びっくりな。ですが、正直、ペッカってゴレに相性維持で終わったんですよ、もう。本当に。相性悪いまで、ぶっちゃけね。この光栄が強いんですよね。まあ、ですが、ダク、あれさえ、オッケー。もう一発だけで、オッケー。いや、よくやった。もうこれだけでよくやった。これ、まあ、雪玉打って、そんだけでいいまであるっすね。いや、痛いっすね。まあ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 。このダメージちょっと痛いですが、とりあえずウォールブレーカーに、まあ、ウッドかトルネード咲かして、こっからですね、バトルは全て始まるのは。さあ、ウッドをまだ持っていないので、
あ、待って、持っていますので、あんまね、さあ攻めきることはできませんが、うわー、ちょっといい竹ですね、相手。マジでそれは、これ早めにも溶かしたい、早めに溶かしたいけど、ライトニングでマジやっちゃね、巻き込まれるの嫌なんですよね、マジで。入りそうっすかね、あの範囲に。オッケーオッケー、避けろ避けろ。うぃー、お、ライトニングちょっと縛ってる縛ってる。さあ、これはワンチャンウッドを使わない神の許容を見せる相手、ちょっとうまいぞマジで。さあ、ですがですが、これはこれはウッドが間に合わない。待って、俺もこれ受けが間に合わない。あ、ですが左が落ちる。ラッキーラッキーラッキー。耐えろ耐えろ。さあ、飛来心は無理だと僕は判断するので、攻める。今の間にダメージを稼ぐ。相手はライトニングが、ライトニングが間に合わない。残念でした。というわけで、さあ、こっちのアリの方がね、まあ性能高いんだぞと。よし、というわけで、いや結構ねいいですね。なんかペッカプラスのダクプリがすごい働いてるのと、あとマジアちゃんもねいい味出してまして、なんか全てがいい味を出してるデッキっていうのをね思いましたね。はい、というわけで、ペッカコカツ多分今までにねあんま見たことない、まあ僕は知らないだけかもしれないですけど、よければね使ってみてください。まあこういったねちょっと今までにない系はねちょっと面白いですね。まあ例えば本当なんだろうね、思いつかないですけど、まあなんかねあればそういうのもねコメントしていただければ考えたいなと思います。では、そういったところで、よければチャンネル登録の方でお願いします。3月毎日2本出してます。よければチェックお願いします。ではご視聴様でした。バイバイ。